北大阪急行って知ってる？御堂筋線と直通してる千里ニュータウンの有名な路線だよな。運賃がめちゃめちゃ安い路線だよね。あたいは阪急の子会社ってイメージあるかも。そんな北大阪急行、そろそろ北へ足を伸ばすんだよね。箕岡屋のだったよね。そう、でその延伸に伴ってほぼ引退が確実視されてる北大阪急行の車両があるんだよね。ということで今回は、親会社の阪急の影響を色濃く受けた、もうすぐ引退の絶滅危惧種、北急8000型について解説していくよ。名列車解説。万博輸送から十数年が経った頃、万博輸送のために製造された、北急2000型の老朽化が目立ってきていたよ。さらに2000型は冷房がないということで、北大阪急行のサービスアップの目的で、阪急の子会社である、アルナ工機に頼み、新型車両を製造することとなったよ。そうして製造されたのが北急8000型、ポールスターだよ。同社では初のアルミ合金製で、車体塗装は、阪急6000系統の上部に塗装されているアイボリーをベースに、乗り入れ先の御堂筋線に準じたカラーの赤と、親会社の阪急電鉄の系列カラーであるマルーンの2色の帯を上下に巻いていて、いかにも自分は阪急の子会社だぞという雰囲気を醸し出しているよ。車両前面、運転台の上に設置されていた列車無線アンテナが、先頭車の後部つま面に移設されたことで、スマートでスッキリした外観と前面になっているよ。また、第三機乗方式の車両としては珍しく、前面連結機周囲には配昇機、スカートが装備されているよ。ちなみにこのスカートは、後年製造された9000型にも引き継がれている特徴でもあるよ。内装は、木目印刷を施した化粧板、ゴールデンオリーブ色の座席となっていて、こちらも阪急電鉄の車両と同仕様となっているよ。そして、車両間の貫通ドアは当時の通勤型車両としては珍しく、押しボタン式の自動ドアを採用したことが特徴となっているよ。また、車体両端の冷房装置搭載部を除くと、屋根が車両限界いっぱいまで高められており、地下鉄用車両としては高い天井と、開放感のある広い室内を実現しているよ。そして窓部には阪急8000系と同様の鎧戸が設けられたよ。ドアチャイムは手動で、客用ドアの開閉前に車掌がボタンを押すことにより鳴動する仕組みとなっているよ。基本的に自社線内のみの使用であるけど、御堂筋線内でも使用される場合があったよ。また、この手動ドアチャイムは、2002年の車内案内表示装置設置時に自動化されたよ。そのため、しばらくの間は御堂筋線内で、ドアチャイムを 8006F のみが頻繁に鳴らすという状況が発生していたよ。しかもこの案内装置取り付け改造はそれほど浸透せず、8006F の1編成のみの取り付けで終了したため、8006F は北急の中でも異端な存在となったよ。この車両の視回路制御装置には、芝統制の GTO サイリスタ素子仕様の、VVVF インバータ制御を採用したよ。この車両は回生ブレーキを装備するけど、回生執行速度が高いのが特徴であるよ。主電動機は3層誘導電動機の SEA312 を搭載し、1台の主制御機でこの電動機を4機制御する、1C4M を採用しているよ。ちなみにこの車両、当時の車両としては珍しく、運転台の速度計や電圧計、電流計などがデジタル表示とされたよ。この車両は製造当初は8両編成だったよ。しかし、わずか1年で利用客数増加に対応するため、8100型を組み込み9両化。同年以降製造の編成も最初から9両編成で落成したよ。だがしかし、9両では御堂筋線や北急線の混雑は裁けず、1995年から開始された御堂筋線、北急の10両化に伴い、8600型7両が新規製造され、従来の8600型は8500型に改版されたよ。直通先の大阪市営が車両更新を行ったり、さらに新型の3万系を導入しているのに合わせて、北急8000型もリニューアルを行うこととなったよ。まずは、前照灯の白色 LED への交換、一部の床下機器各種運転台機器の更新を受け、2012年9月14日に日中試運転を行い、同年11月に営業運転に復帰したよ。この更新工事では車内の更新はほとんど行われていないが、同編成は西日本の車両では初となる、車両搭載照明 LED 化 100% を達成したよ。2014年8月には、8007F が、8003F とほぼ同様の内容の更新工事を施工されたよ。この編成では運転台のメーターがアナログ式に変更されているほか、車外スピーカーが設置されているよ。一方で、このリニューアルが行われた同年に、新型の9000型が本格的に運用を開始したことに伴い、同月には 8002F が、2015年2月には 8004F が捕食者の職業となったよ。そして2016年以降の改造からは前照灯を LED 化し、2018年にはついに手を出さなかった内装やドアチャイムに手をつけることとなるよ。まず、すべての座席、化粧板を交換し、9000型に準じた内装へと変更され、また、ドアチャイムを全編成自動化したことで、従来 8006F のみが頻繁に御堂筋線内で鳴らしていたドアチャイムが、全編成で鳴るようになったよ。他にも行き先表示機のフルカラー LED 化などいろいろ行われているよ。しかし、9000型の増備と、今後の区間延伸に伴いこの車両に代替して9000型を製造して、すぐ置き換わることが発表されているよ。
阪急っぽいアルナ製の地下鉄車両の8000型は、延伸で姿を消す予定となっているけど、引退するその日まで北九と大阪メトロ御堂筋線で、梅田、難波、天王寺と千里ニュータウンを結んでいるよ。1番線に到着の電車は、中野津行きです。The train on platform 1。 なんか親会社ってより大阪市営に影響受けまくってんな。でも阪急らしいところとメトロらしいところが組み合わさってて、なんか魅力的な車両だよね。今は消滅しちゃったけど GTO 車の根も良かったらしいね。今は消滅寸前だけど、かつての北九をグレードワークさせた名車だから、ぜひ御堂筋線や北九線に訪れた際は乗車してみてね。ということで、ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価、コメントなどしてくれたら嬉しいぜ。それじゃあ次回の動画もゆっくりしていってね。じゃあねー。